今日ちょっとね、立って動画撮るわ。女の子が多いチャンネルでこんなこと言うのはいけないと思うんだけど、まあ僕お腹今壊しててね、それで結構な頻度でトイレ行ってるわけよ。めっちゃ拭くじゃん、ケツをね。痛え！ケツ拭きすぎてちょっと痛くなってね、座るのがしんどいので、立ってやろうと思います。スイスイ。今回のテーマはキープされる女子の特徴ということでね、たまに来る現実を突きつけようのコーナーでございます。皆さん覚悟はいいですか？やっていきましょう。それ、レッツデジタルタトゥー。おっぱいがでかい子。もちろん胸でこいつキープしようなんていう風に思わないよ。っていうか、そもそもキープできる男っていないからね、そこまでお前レベル高くないよっていう風に思うんだけど、仮に自分がキープできますよっていうくらい女の子から人気のある男子だとしたら、まず胸が大きいっていうのはそれだけでやっぱ見るわけじゃん。女の子ってね、胸で判断してほしくないとかそういう子たちがいるんだけど、見るわけじゃん。付き合いたいなという感情もあれば、付き合いたいなという感情もあるわけ。ということで、一応この子と関係を持っておこうっていう風に思う人はいるっていうか、そういう立場だったらそういうことしちゃうのかなという風に思ってしまった今日この頃。自信がない。これその通りだと思うんだよね。キープされてる女の子って、要は2番手だったりとかするわけじゃん。2番手だけど、私は1番手に勝てる自信ありますせみたいな、その自信が来ると、男側も、やっぱこの子を本命にした方がいいんじゃないのかなっていう風に思ったりとかするわけよ。そこで、私なんてダメだ、絶対に本命になんてなれないっていう風になってる女の子だとやっぱ負けるじゃん。絶対にさ、私の方がいい女ですっていうような行動をしてる人たちの方が絶対この子と付き合った方がいいなって思うわけじゃんね。っていうので自信がないっていうのはバッやちたごめん。まで、えげつなかったね。今のは普通にコメントで、お前マジで気持ち悪いって言われても仕方ないと思うわ。男子に自分のものになったと思わせてしまう女子。キープではないんだけどさ、ちょっと遊んでた時期があったみたいなことをね、ちょくちょく話すんだけど、まあそれでもめちゃめちゃやりまくったとか、そんなレベルではないよ。それでさ、一人の関係を持った女の子、僕は恋愛感情とか何もなかったんだけど、その女の子がまあ僕のことをね、ありがたいことに好きになってくれて、手紙を渡してきたわけよ。その手紙っていうのが、告白ではないけど、ほぼラブレターみたいな感じ。やっぱそれをもらった瞬間にさ、この子は俺のこと好きなんだっていう風に思うから、なんかね別に落としに行かなくてもいいやっていう風に思った。別に恋愛感情ないんだけどね。まあもちろん俺はさ、そんな感情がないのにこの子と一緒にいちゃダメだっていう風に思ったから、それ以降連絡を切るっていうことをしたんだけどさ、もし俺がこの子に対して恋愛感情を少しでも持ってるとすれば、安心がゆえに他の人に行ったりとかするのかもしれないとか、そういうことは考えたりとかした。なんていうのかな、隙間れとはまた違うんだよ。体の関係になった後にそれをしてるわけだから、普通の隙間れとはまた違う話になってくる。キープなんてしたことない、好きになったらその人以外興味ない、お前いい男だな、だけど別に書かなくていいぞ、やれる、これだよ本当に。やっちゃうとね、やっぱそれ以上に見れない男の子ってすごく多かったりとかする。だけど女の子はさ、逆にやっても恋愛感情を相手にモテますよっていう人が多いわけじゃんね。俺が高校生の頃に一人の女の子がめちゃくちゃ愚痴ってきたので、その愚痴っていうのが、私と付き合ってた元彼が私の友達とそういうことをしたみたいな。その時に、あーそれは嫌だねみたいなことを言ったんだけど、心の中で、あ、その元彼もお前とその友達のことを体としか見てねえと思うけどな。全然怒らん人。え？全然怒らん人がキープになりやすい。俺逆にね、怒る子の方が嫌だよ。これはさ、自分の芯を持っていないっていうことを表しているのかもしれないんだけど、やっぱさ、キープされてるなって思ったら、女の子は、私はあなたにとってどういう存在なのとか、そういったね、プレッシャーかけてもいいと思うんだよね。そこでさ、こいつだると思って離れてったら、それはそれでいいわけじゃん。だってそれまでの関係だったから。そこで、キープと知りつつ、ずっとその人に寄り添ってる人、本当に側近。こっからやっぱ彼女になるってことはできないからね、心を鬼にしてくれ。常に精神の安定を求めてる人、すっごいネガティブな子に多いよね。私なんて全然ダメだよって言った時に、男の子側から、いやいやそんなことないよとか、そういうことを言われたいがためにネガティブになるみたいなね。そういう女の子って恋愛依存しがちだから、すごくね、男に引っかかりやすいというか、簡単についていっちゃうわけよね。それでついていった先で違うものを疲れてやんの。恋愛経験少ない人、恋愛経験少なくてキープされちゃいましたっていう人もいるんだけど、これはねマジで相手が悪かったなっていう風に思う。なんでかっていうとさ、男はどちらかというと恋愛経験がないとか、そういった夜の行為をしたことがないよっていう女の子に対して雑な扱いってできないんだよね。だって申し訳ないって思っちゃうっていう、そういった情が強くなるから。だから恋愛経験少ないっていうのはキープされないんだけど、でも恋愛経験少ないがゆえに行動しないわけだから、彼女にもなれないという、もうね、何？ダメだこれ。高校3年間付き合わないで、好きな人も作らないで待っては、キープされてるのか、私は。めちゃめちゃキープだよ。言っとくけど。事情あるのかもしれないけど、3年間待ってくれるの？ラブーやん、マジで。キープだよ、それは。逆に3年間そいつのことを好きでいられる？無理だと思うけど、優しくてちょいエロの人。いやいやいや、優しくてちょいエロの人はめちゃめちゃモテるよ。マジでモテる。ここで、行為に及んじゃうとか、そうなってくると、体で終わるよね、みたいなところがあるんだけど、優しくてちょいエロっていうのはさ、男の気持ちもわかってるし、男に対しての対応もしっかり優しい。
しいですっていうので、もう絶対に男から求められる存在だと思うんだよね。だから優しくてちょいエロになった方がいいですよ皆さん。だから僕の動画よく見ましょう。男友達が多い、結局なんで男友達多い女の子がモテないかっていうと、男の独占欲っていうのを刺激しないからなんだよね。男ってさ、ブランド物にこだわったりとか、自分が持っているものにステータスを感じたりとかするじゃんね。だから誰とでも仲いい女の子と付き合ったらみんなのものだよねっていうので、そこまでステータスを感じられなかったりとかするわけよ。今現在男友達が多いっていう人で楽しめてるなら、それは僕はそっち優先した方がいいんじゃないのかなっていう風に思うんだけど、作戦として男友達を減らすっていうのも一つありだと思うわけですよね。夜の電話に出て来ての言葉で言っちゃう人いるわー。そりゃもうめちゃめちゃキープされるよ。ちょっと話変わっちゃうような感じなんだけど、俺の友達で女の子で、なんか私あいつに来てって言われて、まあよく行くんだけどさ、そこでさ、あいつ私に対して雑な対応とかして本当ないわーって思うんだよね。いやお前言ってるやん、めちゃめちゃお前言ってるやん、いやお前めちゃめちゃ言ってるやん、うん、夜も生かされてますやんけ、うん、お前落とすの難易度低っていう風に思っちゃうから、結局難易度低い人に対して男って魅力を感じなかったりとかする。どちらかというと頑張って手に入れられるか入れられないものっていうのに注目しがちだから、気をつけた方がいいですよ。私、あー君は自分のことをねちゃんと客観視してるんだ、いや俺ね自分はキープされている、だから何とかしなくちゃって思ってる女の子は立派だと思うよ。だから君は立派。日常生活で合わない点がある、これね本当にそうなのよ。なんかさ LINE とかでいい感じになるとすんじゃんね。それでデートしてみて、あれなんか違うなみたいな、その多少のズレがこのこと恋愛するのやめようかな、それとも続けようかなみたいな、この感情を迷わせたりとかするわけよね。俺が一回やったのは DM と LINE ですごく仲良くなった女の子がいて、その子とデートに行ったのね。そしたらやっぱ価値観が多少違う部分があったの。だけどここまで来ちゃったし、これぐらいの価値観のズレは全然いいかなっていう風に思ったんだけど、よくよく考えてみればその価値観っていうのが、まあ、ちょっと自分の中で譲れないものだったのね。その結果とにかくここまで来たんだから、この人を一応キープしておいて他見てみようかなっていう風に思った。いやだけどね、俺はこれに関してさ、じゃあ相手に価値観を合わせるかって言われたら、それは逆にその女の子の方が辛くなっちゃうから、これは仕方がないと思うわ。仲良くて自分のこと好きそうな子、これがね好きバレの良くないところだと思うんだよ。好きバレしました、この子俺のこと好きやな、だからちょっとキープしてみようかっていう風に思っちゃう男がいるから、もしこの動画を見てる人で好きバレしちゃったっていう人は一回離れてみて、そうすることによって男は、え、なんか離れていったんだけど、あれ俺のこと好きじゃないのみたいな風に思って混乱するから。でその混乱することによって、私はお前の当たり前の存在じゃないからなっていう風に実感させることができるんだよ。その結果男側の独占欲っていうのが刺激されて、その子のことをチョキっていう風になったりとかするから、一回離れてみるっていうのはいいと思うよ。だから君たちはね、今この距離にいるの。好きバレしてる子たちはこの距離にいるからこそ、相手はあこの距離にいるから別に離れなくてもいいやっていう風に思ってるわけ。そこをあえて、チャンネル登録してね、星。常に連絡してくれる人、やっぱ同じなんだよね。結局自分に対して何でもかんでも許してくれるとか、どんなことをしても離れませんよ感が出てる女の子っていうのはキープされがちなんだよ。いやーでもこれ難しいよな。なんかどっちかというと俺はキープされる系男子なのよ。てか絶対に昔キープされたことあるっていうか、ほとんどの恋愛キープされたことあるんじゃないのかなっていう感じ。だってさ、異性とやり取りするってめっちゃ嬉しいことじゃん。だからすぐに返信しちゃったりとかするんだよね。キープされてる子たちの気持ちめちゃくちゃわかるよ。嬉しいんだもん。だって嬉しくて嬉しくて仕方なくて、それで返信してしまった先にキープ、はぁ、男絡み少なくて都合よく会ってくれる女子、うわー、これね、男絡み少なくて会ってくれる女子だったらまだいいかもしれないけど、都合よくって入ってる部分がまた一つのポイント。しかもなんかさ、その関係めちゃくちゃどちゃくそエロくない？この素顔を知ってるのは俺だけっていう風に絶対思ってるやん、この男子。 LINE とかしてると俺から離れたくないんだろうなって目に見えてわかる。やっぱさっきも言った、常に LINE が来たりとか、がっつり恋愛の話してきたりとか、ふっかるだったりとか、そういった要素がこういう風に思わせるよね。私遊びまくりたいぜっていう女の子だったら、ぜひ呼ばれたら行くっていうことをしてほしいんだけど、そんなに遊びたくないな、早く彼氏欲しいっていう人はね、そこに関して気をつけなくちゃいけないよ、マジで。男って本当にそういったことをする相手がいないからこそ、そういったことできますよ感が出てる女の子をすぐにそっちの枠に入れちゃうんだよね。それでさ、そっちの枠に入れられた女の子っていうのは結局違う場所で入れられてるじゃん。どうせやらせてくれる人とかでしょ。正解、やれそうでやれない。キープとかこういうの一旦置いといて、俺好きじゃん。
ない、こういう系女子。男全員好きじゃないと思うんだよ。それってさ、一つの思わせぶりでもあると思うんだよね。私はそういうことできますよっていう感じを出してきて、それで自分の性欲っていうのがめちゃめちゃ高まってるじゃん。性欲を抑えるって本当にしんどいことだから、しんどいだけどもう少し我慢したらこのことできるって思った矢先できなかったりとかすると、それは普通にイラってくる。まあ、女の子からすると、え、それは男最低じゃないとか思うかもしれないけど、思ってしまうと。いや、俺は昔二人でご飯に行って、それで家来てもいいよって言ってくれた女の子がいたの。それはもう期待するじゃんね。で、それでさ、家行ってそういうことしましょうかっていうような雰囲気になるかなと思ったら、ガチで帰ってくれみたいなことを言われたの。え、それは何？え、これに関してはちょっと議論をさせていただきたいですね。もしもし、お、岸田、お前どう？日本の調子。新しい政策とかはいいや。やれそうでやれない女子。あれちょっと刑罰重めにしてくれる？禁錮10年。ああ、チンコ10本。この動画を編集してる時の僕の顔はこんな感じです。私はゆうたさんの動画の前置き大好きですよ。嬉しいなぁ。今日前置き少なめだよね。前置きの雑談を用意するにもエピソードがねえ。まあ、一つ言うならば、学科試験合格したっていう感じ。それで免許をようやく取得することができた。免許取得したら、まあ、一応車を持つわけだから、やりたいことがあって、それはラブホとかに行って、ラブホではこういった立ち回りをするといいよみたいなのを伝える動画を撮りたい。一人ラブホみたいなね。え、めっちゃ良くないですか？で、そういった動画を増やしていくことによって、いつかラブホからの案件待ってます。お金くれる。ママカツって都市伝説だと思ってたの。だけど俺の友達の大学生の友達がママカツをしてるみたいな情報を聞いて、やっぱ実際にあるんだとか思って。それでさ、ツイッターとかで調べてみたら、ママカツしてますよって公表してる女性のフォロワー1万人とか10万人とかそんぐらい言ってるわけ。男ってバカだなと思って。本当にそういうのがあるとすぐに手出すじゃん。うん、まあ俺もそれ調べてるんだけどね。好きアピールしすぎの子は今好きなことを失敗した時に乗り移りやすいと思う。確かにな。キープしようとは思ってないけど、でもそっち側からめちゃめちゃ好きアピールが来るから、言ったら自分からキープされに行ってるみたいなところあるよね。でもさ、そういう女の子は別にそれでいいんじゃないの？好きなことうまくいかなかったら私に乗り換えてね、そこから私があなたの本命になりますよみたいな、こういったメンタルがあればいいと思うんだよね。っていうか、そういったメンタルを持っててほしいと俺は思ってる。逆に前好きだった人が忘れられないんだ、私は本命になれないんだとか言って付き合ってるんだったら、なんかそれはお前もっと強くいけよって思ったりとかする。ネガティブな女の子はね、もっと自分に自信持った方がいいよ。よくさ、元カノが忘れられない男とかいるじゃんね。簡単にそんな元カノの存在なんて超えられるから。そもそも別れてる、言ったら中古品ですよ、新車の方がいいでしょってなるわけよね。だけど新車がゆえの機能とかを提供できない女の子っていうのが、結局前乗ってた中古の方がええやんけなんていう風に思われて別れちゃうみたいなことがあるから、もっと自分にはこういったものがあるんだよっていうのを身につけるっていうことで、ジム行って筋トレしてみたりとか、彼氏が喜ぶようなことをたくさん勉強したりとか、まあ、僕の動画を見続ける。 LINE はまあまあ来るのに、一緒に遊びに行くのは全部拒否される。かっこ好きバレしてます。めっちゃキープされとるこの子。バカキープやんそれ。もうキープ、もうケープ。うん、お前髪の毛ガチガチに固められる。だってあれじゃん、一緒に遊ぶまではいかないけど、でも LINE とかの簡単なやり取りをして、それでこの関係を続けられるならいいやぐらいで思われてそう。こっからどうする？こういう女の子がキープされてますっていうだけじゃなくて、どうやったらキープから抜け出せるかっていうのも話していかなくちゃいけないと思うから、なんか提案したいんだけど、やっぱ俺はね、キープされてる状態になっちゃったらとにかく距離を取るっていうことをやらないといけないと思うんだよね。それかもう自分が他の人好きですよ感出しちゃう。そうすることによって、俺のこと好きじゃないの？なんでそっち行っちゃうの？なんていう風に思って、独占欲を刺激っていう手もあるよ。やべ、俺今日の動画全然ボケれてないような気がするんだけど、大丈夫？一本動画撮って、その動画がめちゃくちゃボケれましたってなったとするじゃないですか。それで自分で編集してても面白いなって思って、次の動画撮った時に全然ボケれんかったってなると、すっごい落ち込むんすけど、みんな嘘でも面白いって言ってね。嘘では言うなよ！もうわがまますぎんか、俺。ダメよ、デイビッド！他に男がいなそうな女、かっここの前キープされた。あー、もう完全に俺のことしかこいつ見てないなっていう状態ね。でも君のいいところっていうのは、この前キープされたっていう自覚があるわけじゃん。多分悔しいと思ってるわけじゃん。それだよ、そのエネルギー大切。いつまで経ってもエモい気持ちになってるやつが言っちゃいけないと思うんだよね。だから私キープされた、私は本命になれないとか言ってエモい曲とか聞いてんのよ。あれ気持ち悪いマジで。そうじゃなくって、あいつマジこの私のことキープしやがって、全然わかってねえなあの男。私可愛くなって、そんでもってインスタグラムに写真アップしてやるよ。そして相手から LINE で、最近どう、元気してる、そんな文章が
が来たら、こうやって変身してやるよ。生きててくさー。向上心のない人。この子いいなって男が思ったとしても、やっぱここから付き合うかどうかって悩むときに、この子と付き合ったら自分のために努力してくれるかどうかってめっちゃ見ると思うんだよね。その時に、私なんてダメだとか言って何もしてない女の子見ると、この子は俺のために多分努力をしてくれないと。そうなると、可愛くない女の子と付き合ってるっていう風に思われて、友達からバカにされそうっていうので、うわ、付き合うのは良くねえな。だけど、とりあえず他に女絡みないからキープしとっかーみたいな感じになったりとかする。女子だけど短パン女子。いや、全然関係ないだろ。ファッションとしての短パンでしょ？ストリート系みたいな。年中無休で半袖短パンの小学生みたいな格好だったら別だけどね。俺はちなみに年中無休で半袖短パンを貫いてた子供でした。これは全然格好つけてるわけでも、生きてるわけでも、しこってるわけでもないけどね。どうせ顔だろって思ってるやつをキープします。はい、どんまい。推しに弱くて誘われたりするとすぐついていく人ですかね。わかるわ。推しに弱い子っていいよな。いいっていうのは好きとしてのいいじゃなくて、簡単にそういうことをするんじゃなくて、ある程度自分が頑張らないとそういうことをしてくれないっていう。ホテルとか行った後にすごく達成感がある。だからなんかいいみたいなこと言ってるけど、なんか俺ね思うんだ。すっげえ最低なこと言ってるじゃん。男子トークの中で話すような最低な話を女性が8割のチャンネルで言ってるわけですよね。本当に嫌われるんですよ。たまにエラが張っててドスンで片目だけ二重。へー、そんな人いるんだ。僕両目二重なんでわかんないですね。埋没したので。誰のことだろうね。女です。今絶賛キープされています。どうすればいいですか。さっきも言ったけどさ、近づきすぎないことだよね。とにかくキープされてるって思ったら離れること。まあ辛いと思うよ。好きな人とのやりとりってめっちゃ楽しいから、それをなくすっていうのはめちゃくちゃ辛いことだと思うけど、でも絶対にキープされてるっていう状態でやりとりしたりとか、その状態で相手に彼女ができたってなった時の方もダメージの方が圧倒的にエグいと思うんですよね。って考えたら今切るべきだよ。とにかくそういった覚悟っていうのも必要になってくるわけですよ。だからまあちょっと勇気出してみてよ。本当にゆうたさん的にキープされる女子とは、キープなのかなどうかわかんないけど、一瞬でこの子と付き合うのはやめようって思うことっていうのが一つあって、それは自分の嫌いな男と昔そういうことしたことありますよっていう事実がその女の子にあるっていうのが判明した時に、この子と付き合うのは絶対にやめようって思っちゃう。なんでかっていうと、当たり前だけどその嫌いなやつは自分よりも下だと思ってるわけじゃんね。そいつが付き合わずに付き合った相手と俺は付き合って付き合うのかっていう風に思うから、だから結局付き合うまでもないなっていう風に思っちゃう。だけど付き合わなくちゃいけない。そんでもって付き合う。高評価だけ押して、だってもうおつだけなんだから、そんなの誰でもできるだろうよ。